はい、それでは今日も世界史を進めていきたいと思います。前回はですねちょっと短かったんですけど、ちょっとですね、第2章の2までやってて 2,3 ページしか進まなかったけど、今回3、中国の古典文明について進めていきたいと思います。ここ多分ね10ページぐらいあるのでゆっくり進めていきましょう。はい、中国の古典文明、東アジアの風土と人々。東アジアとは一般に現在の中国の領域を中心に朝鮮半島、日本列島及びベトナム北部を含むユーラシア大陸東部地域を言う。内陸の草原砂漠地帯と比べて温暖であり雨量も多い中国東部、朝鮮、日本、ベトナムでは古くから畑作、水田作など、様々な形態の農耕が発達していた。これらの農耕地帯の中で中国大陸に巨大な規模の王朝がまず成立し、その後朝鮮半島、日本列島、ベトナムなどでも中国文明の影響のもと国家が形成された。東アジアの国々は風土や言語の多様性を持ちながら、1000年以上の間漢字や儒教、仏教など共通の文化によって結ばれた独自の世界として大きなまとまりを保ってきた。一方、東アジアに隣接する北方の草原砂漠地帯では遊牧が主な生業となり、また東北部の森林地帯では狩猟採集を営む人々が生活していた。これら北方の住民は人口こそ少ないが、農耕地帯への侵入や交易を通じ東アジアの歴史の展開に大きな役割を果たした。現在の東アジアの国家と民族はこのような複雑な歴史の中で形作られてきたものである。その長い歴史の始まりは黄河、長江、揚子江流域に発生した中国古代文明に遡る。もう少し行きましょうか。中国文明の発生。前6000年頃までに、黄河の流域では阿波などの雑穀を中心として、また長江の流域では、稲を中心として粗放な農耕が始まっていた。前5000年期には、気候の温暖化とともに農耕技術も発展し、数百人規模の村落が生まれてきた。黄河中流域では斎門土器、斎藤を特色とする行商文化が有名であり、長江中下流域でも同じ頃に人工的な水田施設を伴う集落が作られていたことが明らかになっている。前3000年期にはこれら地域間の交流は次第に緊密化した。黄河下流域を中心に南は長江中下流域、北は遼東半島に至るまで分布する黒色魔剣土器、黒刀はそれを示すものである。これが流山文化。交流に、伴う、集団相互の争いはそれぞれの地域で政治的統合を促した。この時期の遺跡に見られる大量の武器や戦争犠牲者の埋葬跡、また集団作業で土を、突き固めた城壁や支配層の巨大な墓は、政治権力の集中と階層差の拡大を反映している。これまでの時代からさらにもう一回ね、前6000年期まで遡ったり3000年期になったりしているので、ちょっとね感覚がね、時間の感覚を3000年ぐらいまた決め出さないといけないんだけども、ちょっと最初に戻ると、まずですねここに、高度地帯の段々畑っていうのがあります。段々畑自体は日本にもありますもんね。中国文明の発祥の地となった黄河流域は内陸の高原砂漠地帯から風に乗って運ばれた高度の堆積した地域であることから一般に高度地帯と呼ばれている。で、この下にあるのが今度はさっきの黒刀と斎藤ですね。で、左下は、斎藤、高さ 34.5cm、間縮小、湿度、右上は黒刀、まあ、色味がね、斎藤の方は要は色が結構明るめに柄が結構入ってるけど、黒刀は本当にこう全体的に真っ黒っていうイメージですよね。高さが 24.5cm、ちょっと高さ的には小さくなりますと。3トン小湿度で、地理的には、ここの地図があるんですけども、さっき話をしていたのはこの下のあたりですね。こっちの下に要はマレー半島があってみたいな、ジャワ島とかっていうのがバーって並んでるのが下の方で、シュリーヴィジャヤ王国とかパガン朝とかね、なんかこうあって、でその部分が急に今度は中国大陸にの上の方にね今固まってきてるんだけども、まあ、今回中国に関しては川の名前はあんまりないです。黄河が長江か、まあ、長江の方が揚子江って言われたりするぐらいで、で、まあ、地図に日本列島も入ってくるような形で、私たちのこうちょっと馴染み深い地理が入ってきます。で、朝鮮半島、辽東半島。で、朝鮮半島は今ね、北朝鮮問題でちょっとこう、なんだ、韓国と北朝鮮の関係性、そして中国大陸との兼ね合い、そしてアメリカと北朝鮮、もしくは韓国とかのつながりとかが今くすぶってる状態なので、とてもこの辺りの歴史っていうのはね、やっぱり今の時代を理解するためにも大事な部分かもしれないですね。で、王朝がもうコロコロ変わるんですよね。で、これが今
中国文明の時代なので何千年も前の話になります。なのでまずは殷周神官の殷とかですよね、最初になってきてて、であとは洛雄は覚えておいた方がいいでしょうね。で行書、まあ、さっきのなんか出土した部分だったりとか、あと龍山文化だから龍山の位置とかは知っておいた方がいいかな。で辽東半島はここだしとか、まあ、そこあとはなんか他のところはあんまり耳慣れないのが多いです。チベット高原の場所でタクラマカン砂漠の場所、タリム盆地、ここら辺は大事です。天山山脈とかヒマラヤ山脈の場所は大事です。でそうですね、あとはもうもっともっと赤道自体は下なので、これをもっと下なので今回の地図では大丈夫かな。はい、では続きに行きましょう。初期王朝の形成、黄河中下流域には城壁で囲まれた都市が発達し、やがてそれらを統合する広域的な王朝国家が成立した。伝説では夏王朝が中国の最初の王朝とされるが、その王との所在は確認されておらず、現在確認できる最古の王朝は夏に続いて起こったとされる殷商である。20世紀の初めの殷墟、河南省安陽市の発掘によって甲骨文字を刻んだ大量の亀甲重骨や、多数の人畜が殉葬された王墓および大きな宮殿跡が発見され、殷王朝が前2000年期に実在したことがはっきりと証明された。殷王朝は多数の氏族集団が連合し、王都のもとに多くの遊、城郭都市が従属する形で成り立った国家であった。殷王が直接統治する範囲は限られていたが、王は盛大に神の祭りを行い、また神を占って農事、戦争など主な国事を全て決定し、強大な宗教的権威によって多数の遊を支配した。現在の漢字の元である甲骨文字はその、占いの記録に使われたものであり、複雑な文様を持つ青銅器の多くも祭祀用の、手記や食器であった。殷の支配領域の西部夷水流域で起こった周は初め殷に服属していたが、前11世紀頃殷を滅ぼし、黄渓、現在の西安付近に都を置いて河北を支配した。周王は一族後進や各地の土着の首長に宝土、領地を与えて諸侯とし、代々その地を領有させた。王や諸侯に従う慶、大夫、士などの家臣もそれぞれ地位と宝土を与えられた。宝土の分与によるこのような統治の仕方は封建と呼ばれた。代々続く家柄を重んずるこのような統治制度の下では氏族のまとまりが重要であり、親族関係の秩序やそれに応じた祭祀の仕方を定めた双方が作られた。文献的な封建体制を一つにまとめていたのは天命を受けた天子と称する周王の権威であった。これ封建というのはもちろん日本でも使われた封建制度の元ですよね。で封建制度っていうものが日本に要は与えられて、届けられて、その封建制度を使って鎌倉幕府というのが成り立っていた。でその封建制度の崩壊が今度は要はモンゴルからやってきたね元寇によって封建制度が崩壊して、でそれをきっかけにして今度は足利尊氏たちが次のね室町時代、室町幕府っていうのを立ち上げていくという流れになってくるんだけども、でちょっと先に戻っていくと、まず先にちょっとこれを見ましょうか。殷の青銅器全体が、平たい球形で蓋がつき、表面には呪術的な力を持つとされる複雑な唐鉄文、十面文様の浮き彫りが施されている。祭祀としても用いられてきた。呪術的な力を持つとされる、こういうのもやっぱ分かっているってことですよね、資料からね。それからさっきの地図に戻っていくと、殷と周は別々にできた国なんですね。で周が結果殷を滅ぼして、周が全体を支配するようなイメージと。あ、ゴビ砂漠も大事ですね、ゴビ砂漠ね。で夷水っていうのがあって、黄渓、さっき出てきましたね、黄渓で商殷墟、これは殷の代わりにできた、首都王都ですね。で周が後からできて殷を滅ぼしてっていうのがあって、さっき言ったように洛雄が出てきたもんね。で、この下にですね、あるのが伝説なんですけど、古代の伝説上の帝王として行、春、宇が並び称されるが、夏は治水に功のあった、宇が春から位を譲られて始めた王朝を言うって書いてあって、行、春、宇も伝説上の帝王ですもんね。まだ伝説なんですよ。で夏はあったことがまだ証明されていないので、証明されているものとしては
院で、で院っていうのは前16世紀頃、ここもちょっと小さいけどね、あの覚えておいておかないのは、その16世紀ってことは前16世紀だから今から3600年ぐらい前ですね。で20世紀初めの隠居の発掘によって、20世紀初めだから3500年ぐらい経って初めて、発掘されたわけですね。でこの時にできた甲骨文字が今の漢字の元と。で氏族集団、氏族というのは同じ先祖を持つ意識によって結びついた集団で、ユですね、ユで、これは中国の、 あの言い回しで、要するにポリスみたいなもんですよね、ポリスとか。で、あ、これもだ、危ない。ですね、甲骨文字の刻まれた重骨、亀の腹甲や、牛の肩甲骨などに小さな穴を開けて火で炙り、できたひび割れで真意を占った文字はその結果を記したものである。おー、すごい、もうこんな文字を扱っていたわけですよね。これが3500年以上前の話になります。はい、では続きをいきましょう。春秋戦国時代、やがて周の西北方面では周辺民族の活動が活発になり、前8世紀には首都高渓を侵略された周は、都を東方の洛陽、現在の洛陽に移した。それ以降周の勢力は衰え、前3世紀後半の秦の統一まで分裂と抗争の時代が続いた。この時期の前半、前5世紀末までを春秋時代といい、それ以降の後半の時期を戦国時代という。これ年号も一応覚えておいてください。春秋時代というのは前770年から前403年、戦国時代は前403年から前221年です。なので周が滅んでから、まあ周が滅んでからというか、周の勢力が衰えてから秦の統一までが結構乱れるんですね。殷周秦漢って覚えていくけども、その周と秦の間の混乱期で、この時期の前半後半に分けて春秋戦国というふうになっています。で、ここにちょっと丸2があるので一度こっち先に言っとくと、春秋の名は孔子が編纂したと言われる歴史書春秋から、戦国の名はこの時代の遊説者たちの作望を記した漢代の書戦国策から取られたものである。まあ時代の名前は大抵ね、後の時代の人が当てがうような形なので、当時春秋時代とか戦国時代と言われていたわけではないので、その部分は注意してください。はい、で姓の漢公、秦の文公など春秋時代の有効所属諸侯は周王の権威のもとに多くの諸侯を収集し、盟約の儀式を行って列国の主導権を握った。このような有力諸侯を覇者という。しかし諸国間の抗争が激しくなるにつれて、周王を無視して自ら王を称する諸侯が増え、諸国間の統一的な秩序は崩れてしまった。これが戦国時代。王に権力を集中して富国強兵政策を進める国々は周辺の小国を次々と併合し、やがて戦国の七雄と呼ばれる7つの強国が並び立ち、互いに同盟を結びつつ入り乱れて争った。七雄の中でも西方の秦は先進諸国から有能な人材を集めて積極的な制度改革を行い、急速に勢力を伸ばした。春秋戦国時代は分裂の時代であったが、激しい競争の中でそれぞれの地域に周王集権的な政治体制が成長し、農業技術や貨幣経済が発展し、新思想も現れて後の統一帝国の基礎が作られたという点で重要な時代である。各国の領土拡大競争によって中国文化圏は拡大し、諸国間の交流によって中国としての一体感も生まれてきた。この中国意識は中国を文明の中心とみなし、部族や言語の異なる周辺地域の人々を異的として文明的に劣ったものとみなす考え方と結びついていた。海思想と呼ばれるこのような考え方はその後19世紀に至るまで東アジアの人々の世界観に大きな影響を与えることになる。結構根深いですね。やっぱ最初、国の最初に築かれたものがその国の今現在までをやっぱり縛ってるのは確実にありますよね。やっぱ沖縄問題がなかなか解決しないのもそういうものだし、でもちろん国同士がね、ここまでね、同じアジアにあっても北朝鮮とか韓国とか中国とかっていうのの価値観が違うのは、こういう部分がやっぱ元にあるからなんですね。で、ここにですね、地図があるのは、ここが戦国の七雄ですね。戦国時代の中国、全4世紀末、燕、青、趙、魏、韓、秦、楚ですね。四面楚歌の楚はこれですね。四面楚歌の楚はこれ、韓国の韓ですね。で、秦が最終的には周の後を継いで、なると。で、月氏というのがまた別民族なんで、これもちょっと頭に置いてもらいたいのと、郷土ですね。郷土が北からやってくる。で、
縁と長と正で安有楽有、これがもともと周の王都があったところですね。で関与、関与も覚えておいた方がいいな。で長江の場所は蘇に、蘇に結構ありますね。秦はどちらかというと上流域にあって、あと黄河に関しては西ですね、あたりが。でちょっといびつな義があると。これが戦国の七雄のあり方で、まあ結構漢とかは挟まれてるから降りそうですもんね。なるほど。でもこの中で秦が残っていると、秦の始皇帝とかは結構ね有名ですもんね。だからこっからこの混乱期、戦国の七雄のこのね七国のバランスが最終的にどうまとまっていくかね、周が結構広いところまで勢力拡大していたものがだんだん周が衰えていくことによって、それぞれの国の、代表が力を持つようになり、勝手に王として称するようになって、新たな国がばらけて、まあ、これまでの歴史と同じですよね。で最終的にその中の一番強い国、もしくはその中にいなかったねアウトサイダーみたいなね出てきて、こう全部をこうひっくるめて取っていっちゃうみたいなのが、まあこれまでの歴史上の、まあ、共通点ですよね。はい、まあ、一応ここに制度の貨幣があるんで、戦国時代には刀、刀の形、斧、農具の形、線、円形で中央に穴が用いられた。でその後秦の始皇帝は円形方向の半量線に統一し、その形はその後の、線、銭の基本形となった。だから秦の始皇帝が作ったお金の形が要はお金 の、 基準になっているということですね。で円形方向というのは円形ですよね。で方というのは要は正方形の方ですよね、長方形の方です、要は四角いという意味です。で孔というのは穴のことなので、なので円形方孔、円形に四角い穴が開いているものとですね。で社会変動と新思想、中国では春秋時代中期以降、鉄製農具の使用や牛に隙を引かせる工作方法、牛耕が始まって農業生産力が次第に高まり、小家族でも自立した農業経営が可能となったため、士族の統制は緩んでいった。また戦国時代の富国策によって商工業が発展し、制度の可変を用いられるようになり、大きな富を持つ商人も現れた。このような社会経済の変化に伴って周代の世襲的な身分制度は崩れ、個人の能力を重んずる実力本位の傾向がこの時代の特色となった。各国の内部では身分にとらわれない有能な人材の登用が行われ、君主に、権力が集中してくるのもこのような時代風潮と関連している。戦争の続く時代の中で人々は新しい社会秩序の在り方を模索した。また独創的な主張によって君主に認められる機会も多かった。その結果春秋戦国時代にはさまざまな思想が生まれ、新思想が生まれ、諸子百家と称される多くの思想家や学派が登場した。諸子百家の中で後世に最も大きな影響を与えたのは春秋時代末期の人孔子を祖とする儒家の思想である。孔子は親に対する孔といった最も身近な家族道徳を社会秩序の基本に置き、家族内の親子兄弟の間のけじめと愛情を広く天下に及ぼしていけば理想的な社会秩序が実現できるとした。孔子の原稿は後に論語としてまとめられ、その思想は万人の持つ血縁的愛情を重視する性善説の孟子や、礼による規律維持を強調する性悪説の遵守など戦国時代の儒家たちによって受け継がれた。その他血縁を超えた無差別の愛、兼愛を説く牧師の学派牧家、あるがままの状態に逆らわず無意自然、全ての根源である道への合一を求める老子宗子の道家、強大な権力を持つ君主が法と策略により国家の統治を行うべきだとする商王、官吏、李氏らの法家などがあり、いずれもその後の中国社会思想の重要な源となっている。さらに論理学を説いた名家、兵法を講じた兵家、孫子、外交策を講じた重王家、祖神、長義、天体の運行と人間生活の関係を説いた陰陽家、農業技術を論じた農家など、多様な分野で思想学問の基礎が築かれた。司教、春秋など儒家の経典をはじめとする諸子百家の文献に加えて祖辞などの文学作品もまとめられた。ここら辺は大事ですよね。ここはもう多分何度でも聞いたことあると思うし、特に孔子の儒教っていったものはもう日本にもいっぱい入ってきています、価値観として。
なので日本のその鎌倉文化から始まる日本仏教っていうのは、その仏教の中に要は儒教とか日本の国家神道とかが混ざり合って独特な形になっているって話を以前したことがあるんですけど、その儒教を始めた人が孔子ということになります。そして論語っていうのは今もね、何度も何度も毎年毎年本になるぐらいね、あの新訳が出るぐらい有名なものだし、で性善説性悪説っていうのももちろんビジネスだけにとどまらず、いろんな人がね引用する考え方だったりもしますよね。なのでこの辺はもう哲学です、思想論なので。であとはその商を完備利子みたいに、要はもう君主に取り入ることを目的としてね、君主が正しいみたいな、君主が国を統治するのがいいんだみたいな、要は君主を用意書するみたいな発想の人たちもいるし、それはマキャベリのね君主論もそうだしね。だからそういったものが、この時代に入り乱れていくわけです。国民のためのもの、君主のためのもの、農家のためのもの、ただただその精神的なね 安寧を求めるためのものとか、でこの人たちはもう全員覚えないといけないので大変ですけども、その内容も一緒にね楽しんでもらえたら嬉しいです。で、秦の統一、七雄の一つであった秦は前4世紀に商王の改革で国力をつけ、東方の6国を次々と征服して前221年に中国を統一した。秦王の姓は王に変えて光り輝く神の意味を持つ皇帝の称号を採用した。だから始皇帝なんですね。皇帝を始めたもの、始皇帝はすでに自国内で行っていた軍権制を全国に施行し、直接中央から派遣した管理に収めさせた。さらに貨幣、度量衡や文字の統一を図り、墳書公授による思想統制を行うなど、皇帝権力の絶対化と中央集権化を進めた。秦は北方では中国時代以来の長城を修築して匈奴の侵入に対抗し、南は河南を征服して南海、現在の広州など三郡を置いた。しかしその急激な統一政策と対外戦争、土木工事の負担は人々を苦しめ、とりわけ秦に征服された東方6国の地域では秦への反感が高まった。始皇帝の、死後間もなく各地で反乱が起こり、秦は統一後わずか15年で滅んだ。各地の反乱勢力の中で郷里の町の民衆を率いて蜂起した庶民出身の劉邦と、その名門の出である項羽とが力を伸ばし、4年間の激闘の末、劉邦が中国を統一して皇帝の位につき、皇祖となり、漢王朝を建てた。これが前漢である。前漢の名前もね、名前じゃないや、年号もね、前202年から後8年っていうのを覚えておいてください。もう大体210年間ですね。で、さっき言った通り、ちょっと地図に戻るんですけど、戦国の七雄の中から秦が残って、秦の始皇帝がまあいろんなものを始めた、一気にね。でその一気に始めたことによって圧力が生まれて、他のね支配されていた国々がやっぱ反抗期になると。で秦の後に前漢が起きて、多分前漢がこう全部を支配していく。さっき言った通り、こっち側に魏っていたもんね。で魏氏が大魏氏になってますね。大きくなってますね。でパルティアですね、前一世紀パルティアで、強度が上から来ると。万人長城が強度に対して作られているということですね。で、ウソンとか、ダイエン、フェルガナ、この辺も覚えておいてくださいね。で、パンジャーブ地方、インダス川、ガンジス川、サータバーハナ朝、この時にはサータバーハナ朝があるのか。で、マガダ国かな。で、パータリプトラの場所。だから、この時代、要するに、いろんな場所でいろんな王朝とか国とかのやり取りがあって、それが同じ時代にこれとこれとこれが並立されてるよ、みたいなのは、後からでいいです。一気にね、いろんな横とか縦のつながりを一気に入れようとすると大混乱に陥るので、まずは縦を、いろんな国の縦の歴史をまず身につけた後に、その縦のものを今度は横糸を通しながら理解していくようなイメージで大丈夫です。なのでここら辺も軽く楽しんでもらったらいいかなと思います。要はこのギザギザのところも万里の長城、あ、ここにあったっけ、そういえばみたいな自分もちょっと忘れてましたけど、ここら辺にあるんですね。半島のちょうど上ぐらいですよね。結構もう少しこう下の方かなと思ってました。で前漢があって、で墳書公授、いろいろなんかね出てきて注訳があるので、それも入れてもらいたいんですけども、まず式、これはですね、墳書公授の時ですね。式によれば医薬、占い、農業関係以外の書物をすべて焼き、数百人の従者を穴に埋めて殺す。すごいことしますよね。ただこういうのが中国の文化と言われてますよね。王朝が立ち上がるために、要はその王様たちの関係者、親族関係全部殺して新しい時代に、新しい国に塗り替えるっていう。
だから結構中国って過激な発想するとか過激な行動に出るっていうのはそういうふうに言われてますよね。だから焚書というのは書物を焼き、儒者を穴に埋めて殺すのが公儒と。公儒埋めるか。で始皇帝の領の貿易に埋められた兵馬俑、始皇帝の権力の大きさを物語ってる。だから兵馬俑ね、出てきたもんね前ね。口絵 P3 って書いてあるので一応戻ってみましょうか。はい、これですね、兵馬俑です。でもこんなん作らされても、ピラミッドもそうですけど、こんなん作らされたらそれは疲弊しますよね。ね、国立ち上げてこれからって時にこんなん作らせて疲弊させて、なおかつ他の国がまだ、ね、支配されてすぐのイライラしてる時期に、ちょっと支配の仕方を考えんといかんですよね。それはすごいですよ、この時代にも残ってるから。あ、こんだけ秦の始皇帝ってすごかったんだって、私たちのね教科書を見ながら勉強にはなるけど、当時の人はたまらんですよね、考えてみたら。で、あともう一個あったかな、よいしょ。で、これが秦の始皇帝の後に、起こった反乱が最初なんだけども、最初に、秦将五公による農民反乱が起こった。王公少将伊豆君主主アランヤという秦将の言葉は、戦国時代以来の個人の実力を第一とする世情をよく表している。もうこういうね、やっぱり農民からね反乱が起き、かつ庶民出身の劉邦が今度は皇帝になって漢王朝を建てるわけですもんね。だから秀吉みたいなもんですよね、百姓上がりが全国統一するみたいな。まあ、もちろん全国統一も何も中国大陸を統一するのは相当ですからね、日本大陸よりもはるかに広いので。じゃあちょっと先に進みましょう。漢代の政治。高祖は、秦の都咸陽の近くにいた近くに秦と長安、現在の西安を建設し、秦の制度の多くを受け継いだが、秦の急激な統一政策の、失敗を教訓として郡県制と封建制を併用する郡国制を採用した。しかしその後朝廷は諸侯権力の削減を図り、それに抵抗する五祖七国の乱前154年を鎮圧し、実質的に郡県制と変わらない中央集権体制を成立させた。前2世紀後半の武帝の治世は大規模な対外戦争の時代であった。彼は北方で漢を圧迫していた匈奴を撃退し、領土を広げて土地を開拓した。また大下氏と同盟して匈奴を攻撃するため長剣を西域に派遣したことをきっかけに、タリム盆地のオアシス諸都市にまで支配を広げた。東北では英氏朝鮮を滅ぼして朝鮮北部に落羅などの四軍を置き、南方では南越を滅ぼしてベトナム北部までの支配下に入れた。このような積極政策により領土は広がったものの、漢は財政難に陥った。武帝は塩鉄先の専売や金融平準などの経済統制策により財政難を乗り切ろうとしたが成功しなかった。武帝の時期には皇帝に権力が集中したが、その死後はかえって皇帝の側近である漢賀や外戚が実権を握ろうとして争い、その中で勢力を伸ばした外戚の王猛が漢の皇帝を廃位して秦を建てた。王猛は儒教の思想である周代の制度を復活しようと実情に合わない急激な改革を行ったため、各地で反乱が起き、これを赤備の乱、秦は間もなく倒れた。その後動乱の中で豪族を率いて勢力を伸ばした漢の一族の劉秀が漢を復興して五漢を建て皇帝となった。これを光武帝という。で光武帝は都を洛陽に移し内政重視の方針を取って、漢王朝を再興した。しかしその後儒学を学び、漢外に進出した豪族の勢力と皇帝側近の宦官や外戚との対立が深まり、官僚学者に対する弾圧、党庫の禁など、党派争いが繰り返された。2世紀末に宗教結社を主体とした黄巾の乱が起こると、各地に軍事集団が割拠して五漢は滅んだ。これが220年。まずちょっと飛ばした部分を見直すと、漢代の邸宅というのがあります。河南省の前漢時代の墓から出土した地主の邸宅の模型、中庭を囲んで建物が配置され、物見櫓や、台所、倉庫、豚小屋なども備えられている。入り口の建物には番犬の姿も見える。細かいですね、作りが。高さ76センチ、結構大きいです、番犬ですね。で、ちょっとだけ前に戻ろうかな。はい、ちょっと前に戻ると、要するに前漢ってのがあって、強度が上から来ると、で大下氏と、もう要は手を結んで強度を退ける。で、強度を退けてこっちの方まで勢力を伸ばし、
でさっき言ったこう長剣を西域に派遣して谷部盆地あたりをっていうのはここですもんね、谷部盆地ね。だから最終的には大下氏にぶつかるわけだ。で、前漢が、滅ぶというか、まあ勢力が衰えた時にまた混乱期が起こると。で今度は王猛ですね、王猛が今度は外籍の王猛が出てきて、でも王猛がまたやろうとしたことがまたあんまり合わなくて実用に合わないから、反乱が起きて、だから国をこうまとめるっていうのは相当大変なことですよね。でやっぱり中国みたいにこの血の気の多い国って言うとすみません失礼ですけど、やっぱこうすぐ反乱が起きると。で反乱が起きるとやっぱりね、うまくいかずに潰れて、今度はまた別の人が出てきて、で当時の栄光を取り戻そうとして五冠という名前をつけて光武帝となったと。で宮を光武としてやり直そうとかなんとかってするんだけど、それでもなかなか落ち着かずにまた反乱ができる。でまた宗教結社が出てきたりとかね。で五冠が滅ぶのが220年ということになります。漢代の社会と文化。中国では春秋戦国時代に士族制度が崩れて以来、5、6人程度の小家族によって行われる農業経営が経済を支えてきた。秦、漢、国家が理想としたのも皇帝が、官僚を用いてそのような農民たちを直接に治める体制であった。しかし実際には飢饉や重い税、養育のために、土地を売って暴落する農民も多く、広大な土地を買い集めた豪族は没落した農民を奴隷や小作人として支配下に入れ勢力を伸ばした。豪族の土地所有を制限しようとする政策も取られたが効果は上がらず、地方長官の推薦による管理登用法、強挙離選によって五漢時代には勢力ある豪族が官僚として国の政治に進出するようになった。漢代の初めには法家や道家の思想が力を持ったが、武帝の時代には東中女の提案により儒学が官学とされ、礼と徳の思想による社会秩序の安定が目指された。儒学の主要な経典として五経が定められ、特に五漢の時代には上元らの学者により経典の軸解釈を重んずる訓古学が発展して、経典の詳しい注釈書が作られた。当時の書物は主に竹簡に書かれていたが、五漢の時代に製紙技術が、改良されて紙が次第に普及した。文字は今日の漢字と大差のない隷書に統一され、辞書も作られた。漢代以前の歴史を我々に伝える最も重要な書物は武帝の時期の人司馬遷がまとめた史記で、太古から、武帝期に至る歴史を紀伝体で叙述し、個性ある人物群を通して動乱の時代を生き生きと描いている。史記とそれに続く五漢の半古の漢序以降、紀伝体が中国の歴史書の最も基本的な形となった。大事なことはいろいろあったのでまた戻っていきますが、まずこのね、ここの部分をもう一度注釈の方を読んでいきましょう。華北の宗教結社太平道の指導者張覚が起こした反乱、これが黄巾の乱ですね。で、黄色の布を標識とした。これはそれぞれの王朝が五行、木、火、土、金、水の5つの要素の徳の1つを持っており、その順番にのっとって王朝交代が起こるという思想に基づいている。つまり家徳、赤色を持つ漢に代わって土徳、黄色の王朝が起こるという考えから黄色の布を標識にしたのである。時期により、相違があるが、一般に易経、諸経、四経、来期、春秋、これは五経ですね。五経もちょっと覚えておいた方がいいです。で、皇帝の辞席、本義と後進などの伝記、列伝を中心に構成される歴史書の書き方を紀伝体と言いますと。紀伝体、これに対し年月順に記すものを編年体という。これが年代表みたいなやつですよね。で、かなはい。で、秦漢帝国と世界。春秋戦国時代の動乱を経て、秦漢の時期に中国では皇帝を頂点とした巨大な規模の国家が作り上げられた。官僚制と儒学に支えられたこの皇帝統治は、その後20世紀初めの秦朝の滅亡に至るまで2000年余りの間、中国の国家体制の基本となった。中国の存在は秦漢時代にインドなどを通じて西方にも知られ、現在欧米で中国をチャイナ、シン、これはフランス語などと呼んでいるのは、語源をたどれば王朝の秦に由来する。ほうほう。また、今日の漢字文化圏で漢族、漢字などというように、漢という王朝名は現在でも中国文化を代表する語でとして用いられているのである。この時期に中国の側でも世界に対する知識が広がった。西域に派遣された前回の長剣や
五冠の藩長によって西方の事情が中国に伝わり、ローマ帝国、大清という大国の存在も知られるようになった。2世紀中頃にはローマ皇帝、中国の資料では大清王アントンによって中国に派遣された使節が、カイロで日南郡、今のベトナム中部に至ったという。東アジア内部の周辺地域との交流も盛んになり、その首長に国王などの称号を与えて、皇帝中心の秩序の中に位置づけることが行われるようになった。和人、日本人の使者が皇武帝から漢の名の和の国王の金印を受けていることはその一つの例である。金印ですね、福岡県の鹿の島で発見されたこの金印には漢の名の和の国王の字が刻まれている。まあ、中国の資料で秦を使うわけですね。大秦王アントン。だから、ローマ皇帝も、まあ、秦という文字を使って表現しているというのがなんかあれですね。大秦。でも大秦、大秦か。でも大っていう字を使って秦よりも大きいというニュアンスなのかな。でもそうするとなんかちょっとあれですね。なんか負けず嫌いの中国に対しては、こういう字の付け方もするのもなんかあれなんですよ。なんか不思議ですよね。で、神奈川の国王は実はその皇武帝から、五冠の皇武帝からもらった時のやつですよっていう話とかですね。で、この大秦王アントンはちなみに誰のことだったかというと、ローマ皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌス帝のことだったとされていると。これさっきの金貨もそれだしもね、伝わってきたものの、ね、時代が多分彼の時の時代だったと。ということで、次が南北アメリカ文化になるので、ここは別撮りしていきましょう。ここまで何かの参考になれば幸いです。続きも興味ある方はぜひね、ご覧ください。今日もご視聴ありがとうございました。